どうもチームシケイダの金子孝明です。僕はフリーでビデオフォトグラファーとして活動しています。よかったら、いろんな話、まあ時事ネタとか、まあカメラの話とか作品とかもいろいろ動画アップしてるので、ぜひチャンネル登録と、あとインスタグラム、毎日更新してますので、それも概要欄等からぜひ、チェックしていただけると嬉しいです。ということで、今回はもうタイトルとか画像出てると思うんですけど、これアップしてる、先週かな、4月の半ばにポートレートのね、初めて合同展に展示、参加させていただいて、ちょっと名古屋で遠方だったんですけど、僕関東なのでいろいろあって初展示が全然アウェイって言っちゃあれですけど、遠方で、やらせていただけることになって、で無事、おかげさまで終わりましたので、まあ作品の解説とかね、まあちょろっと喋っていければなと思って撮ってます。はい、全体の展示はこんな感じなんですけど、基本的には大きい会議室みたいなところで、スペースそれぞれ与えられて、この時は30人ぐらい、参加、していて、基本的には両隣、まあ、お隣さんがいるんですけど、僕はラッキーなことに本当入り口のすぐ横で、すぐ入って見れるところで、お隣さんもすごいいい方で、縦にはね、あの極端な話4メートルぐらいあって、全然飾ろうと思えば飾れるんですけど、上の方なんかもうすごい遠くから見上げないと見えなかったりするんで、まあ、実質的にデッドスペースみたいになってる感じで、まあ、基本的にはこう縦長で、まあ、自分の身長2メートルぐらいまでの範囲でやっぱり基本的には展示されてる方が多かったですね。で、1枚1枚の、まあ、写真のサイズなんですけど、全体写すためにちょっと小さくてサイズ感分かりにくいんですけど、大きい写真7枚3枚あの飾ってあって、これは A2 かな、 A3 の一番大きいコピー用紙の倍の大きさで、で中くらいの2枚の人が大きく、写ってるものが A3 で、何枚か周りにある小さいものが A4 っていう感じで、であとは QR コードとか名札が貼ってあるみたいな感じですね。今回僕遠方でちょっと搬入もちょっとスケジュール取れなくて、主催の方にあの代理で、印刷、これパネルで、プリントしてもらってるんですけど、これ多分他の展示何回か見に行ったことあるんですけど、結構まあベターなやり方で、基本的にはシンプルにもう写真配置考えて展示していくみたいな形を取らせていただいて、で左下のね、ラック、結構皆さん名刺とかポストカードとか過去のブックとかね、今回の、展示貼れなかったとか、そういう写真を、ブックにしてご自由にご覧くださいみたいな感じでやってる方が多かったんですけど、それは今まで展示見に行って、あ、そういうもんなんだなと思ったので、最低限ですけどね、過去に全然世に出してないやつとか、今度出す、写真集の、色香の見本とか、まあ、メッセージ帳とかそういうのを、これね、あれ画像出てると思うんですけど、今回だから遠方から車も、使わず持ち込むって感じになったので、持ち込める道具みたいなのも限られてたんですけど、それでまあなんかいい、まあね、ラックというか棚ないかなみたいな、で折りたためることがもう必須条件で、 Amazon で探して一応ねベタなのは結構見つけたんですけど、スタンダードプロダクツって結構ダイソーがね、もう最近結構店舗も増えてると思うんですけど、もうちょっと上のおしゃれななんかブランドみたいな、一昔前はねキャンプブームの時はキャンプの用具とか結構たくさん売ってた、店舗で、ちょうどね多分4月の頭に多分新発売だと思うんですけど、これスリッパラックなんです、基本的には、なんですけど、これね、そのお店のディスプレイに、こう本も飾れるみたいな感じで置いてあって、で以前はね本当にスリッパしか飾れないような縦長で、布の深さみたいなのもその本なんかちょっと見えなくなっちゃうぐらいの深さのものしか置いてなかったんですけど、ね、なんかちょうど僕のニーズっていうか、もうこう満たしてるのがすごい、700円だったんですけど、これすごい安くてね、軽くて持ち運びもしやすいですし、結構見た目もおしゃれだと思うんですけど、
で、あんまり当然こういうの使ってる方って他にいなかったんで、これはね買ってすごい良かったです。で、中身の話なんですけど、ロケ地は台湾に行ってきました。台湾でもね結構皆さん観光地で行ったりテレビとかでもよくやってるのは台北って言って、一番あの沖縄の石垣島とかあの辺に近いところ北の方で、今回はもうちょっと南に行ってちょっと真ん中なんでそのまま台中っていうところに、ちょっと行ってきました。で、基本的にはね日本で例えるとちょうど本当名古屋みたいな感じ。名古屋ってもう本当ね、ストーリーとかインスタ見てもらえば分かるんですけど、すごいご飯もねめちゃめちゃ美味しくて、ね、免疫の周りなんかすごい栄えてるんですけど、なんかやっぱ観光地って感じではなくて、地元の人に聞いてもねあんまりこう観光みたいな感じ、ちょうどそんな感じの場所ですね。僕は10年前ぐらい本当カメラを始めたぐらいに、一回ちょっと台北の方に行ったことがあって、本当古いね YouTube にもね実は作品集って再生リストの古いところに上がってるんですけど、動画ねその時のね。で、本当久々にちょっと行ってきて、 Vlog とか海外旅行の動画も出してますけど、本当ね行くたびに、基本的にはもちろんね一人で行ってるんでスナップでやってるんですけど、ここで人物撮ったらね、あーすげえ面白いだろうなみたいな、誰かねなんか途中合流でもいいから来てくんねえかなっていうところで、前々からちょっと海外で、人物ねやってみたかったんで、モデルしてくれたひとみさんってずっと仲良くしてもらって、で今度出す写真集にもね、あの4人モデルいて写ってもらってるんですけど、去年の夏、お話しいただいた段階でせっかく初展示はちょっと頑張ろうかなっていうので海外でロケをさせていただいて、台中の動画を上げてる人ってほとんどいなかったんですけど、結構いくつか調べたらなんか写真的にはねすごい面白いところ結構あるなっていうので、最低限この辺はちょっと撮りたいなっていうので、あとはちょっと現地でいろいろ回って、撮っていこうかなっていうところで、隣も合同で別のね展示がやってたんですけど、まあ多分その中全部トータル含めて海外で、撮ってきたっていう人多分僕だけだったんで、もうね単純な話、映画とかでもそうなんですけど、ロケ地が面白かったりとかいいとそれだけでやっぱりね点数なるんでね、それだけだとは思いたくないですけど、やっぱりこう僕はね今回完全アウェイで、なんかゼロから結構興味持ってもらわなければいけないっていうところだったんで、まあ、実際ね話の引きとかにもなったのでね、これ日本ですかみたいな、聞いてくださって写真見てくださる方も多かったんで頑張ってよかったですね。で、使った機材に関しては、多分この動画の前日に、もう随分時間経っちゃったんですけど現地で、撮っておいた、まあスナップについての話、小さい写真は実はモデルさん写ってなくて、スナップ写真もちょっと俺らしいかなって思って混ぜてるんですけど、まあそういう話とかをしてる動画でちらっと話してるんですけど、メインのね昼間の写真なんかは最近の遠征の鉄板の組み合わせになっているシグマ FP と、ルミックスの2060のズームレンズの組み合わせで、中ぐらいの、A3 の、夜市の写真なんですけど、これは予備で持っていった、ルミックスのこれちょっと古いんですけど GH4 とあと望遠の、70-200 換算の F2.8 の透視の、ズームレンズでストロボを使って先巻くかなでちょっとこうスローシャッターで、撮った写真を使ってます。よかったらこの動画も、カードか概要欄から見てみてください。でコンセプトに関しては、まあ僕は写真の時は、まあ、最初の頃はねやっぱり動画から、やっている人間なので、やっぱりこう物語性とかそういうのをこう大事にというか、してきたところもあるんですけど、写真のこともねある程度ちゃんとこう勉強していくにつれ、今は写真はそういう楽しみ方をするもので、まあ、ないというか向いてないのかなと、そういうのやりたかったらそれこそね本当動画にすべきだなっていうのが基本的な考え方で、最近はちょっと単純に見て楽しめるもの、視覚的にもファーって見て楽しめるものとか、写真のいいところってこう動画と違って時間使わなくても瞬間的に何かこう感じられるものが一ついいところだと思ってるんで、まあ、そういうのをちゃんと活かして、それでもちょっと名残というかまるっきりビジュアル一点勝負みたいなのはちょっとやっぱりあまり好みではやっぱなくて、どうしても抽象的でもねなんかふわっとこう単純なビジュアル以外でも何か伝えられればいいなというぐらいのバランスでやってるんですけど、フリーテーマでロケでやる場合はいつも僕ロードムービーが映画でも好きなんで、
こう一人でね、あの孤独感とロードムービーみたいな、まあそういう二本柱みたいな、まあ、独身女性がまあフラッとこう、なんでかはまあ見た方が好きに感じればいいと思うんですけど、フラッとこう一人で、旅に出てるみたいな、なんかそういうイメージで、まあ強いて言えば撮りましたねっていう意味もあって、やっぱり周りにこうモデルが写ってないスナップの写真を混ぜてるみたいな感じで、基本的に僕心がけていることはやっぱりこうコンセプトフォトみたいな、これ何回か話、動画でもしたことあるんですが、映画アニメ映画なんか特にその監督がこうスタッフとかにこうロケ地もね、全部書き込まなきゃいけないので、世界観とか舞台になるところ、まあ、実際のね、ロケーションがモデルになってることも SF とかでも多いんで、わざわざ写真家にその現地に行かせて注文をつけて、ある程度その雰囲気のあるその作品の、イメージをスタッフに伝達するための、まあ、コンセプトセプトフォトっていう写真のような作品っていうのをちょっと意識してるんで、まあそんな感じですかね。すいません、ちょっとね説明がちょっと苦手で。そしたら何枚か、メインの写真について話していければと思うんですけど、まずこの真ん中のね、まあ今回一応キービジュアルというか、そんな大げさなもんじゃないですけどに、採用した写真です。これは最初から、事前にちょっと調べてここには行こうと思って行った場所なんですけど、これ台中の電気街な、要は日本でいうと秋葉原的なところみたいなんですけど、この写真でもなんとなくお察しだと思うし、実際歩いてみると本当わかるんですけど、もう全然こうこれが秋葉原っていうぐらい結構もう寂れていたし、平日の日中だったとはいえもう全然人もね、もうこれ本当に何も AI も何も使わず、消し込みも何もせず、車はまあたまに通りますけど、ほとんど人は歩いていないっていう、ちょっとねまあおかげで、作品は撮りやすかったんですけど、まあ、メイン の, A2 のサイズの3枚、斜めに並んでる3枚はどれもね、ポートレートの展示とは思えないぐらいモデルの割合が小さいんですけど、いろいろあってこの写真を採用したんですが、ちょっと迷いもあって、なんでかというとやっぱりね、実際ちょっとわからない人もやっぱいたんですけど、このモデル、これピンクのヘッドホンこうつけてるんですが、この真後ろにね、こうよく見ると本当でっかいね、本当似たようなヘッドホンのオブジェみたいなのがあって、置いておいたブックには、もうちょっと分かりやすいものを、今画像出てると思うんですけど採用したんですが、本当はこれね、ちなみにまた画像変わってると思うんですけど、これはブックにも採用していないやつで、ちょっとね難しくて撮るのが、意外と大きさとかね高い位置にあるんで、なかなかね事前に思っていたイメージよりは生かすの難しいなっていうので、結局この電気街のこのカオスっぷりっていうか、そういうのの全体の中でこう溶け込ませた方が、まあこの写真は多分ここで最後に撮った写真なんですけど、これが一番いいかなと、現地でも多分一番枚数撮ったやつなんですが、モデルと話してもまあ一番僕ら的にはいいよねっていう風になったんで、パッと展示で見た時にちょっと分かりにくいかなという懸念はありつつも、それは実際半々だったんですけど、すごい褒めてくださる方もいたんですが、やっぱりこうちょっとねビジュアル的な面白さ、まあこういうアップの写真もまあ面白いとは思うんですけど、どっちの面白さを撮るかみたいなのでちょっと迷ったんですけど、まあ別に後悔とかはないですけど、こういう活動していくにあたって今後の課題かなと思えるような、ただこの写真自体はすごい本当に僕も気に入っていて、メインにして本当にねパネルにして良かったなと思っています。で実際こう使ったヘッドホン、よく見るとスリッパラックのところに引っ掛けて、説明の時にこれ実際持ってったやつですって言ったりしてました。じゃあ上の写真に行きまして、これは改札なんですけど、これ動画出てるかな、外側は結構オブジェみたいな結構すごいおしゃれな感じになっていて、これねバス停なんですけど、奥の方が人が待つところになってるんですけど、これは10年ぐらい前に台中市にいくつかこういうところ他にもあるんですけど、台中市の施策でバスをこうすごい便利にしようみたいな、多分軽く調べたぐらいなんですけど、そういう施策で自動改札みたいにしてみたいな、施策を進めてたのが、なんか市長が変わって理由は分かんないんですけどなしにしようってなって、でたった1年でほぼ使われないまま
壊すのにもお金がかかるんでっていうので放置されてる改札で、まあ、ここは動画を見て面白いなと思ったので、来ようと思ってこれ撮りました。ここはね結構やっぱりイメージ通りで、ブックにも、別のアングルの、もうちょっと寄った写真とかあと他にも、出してないやつもインスタにこういうの載せようと思うんでよかったら見てほしいんですけど、すごくね結構おしゃれで、日本じゃなかなか撮れないような写真が撮れたので、単純にこれはねすごいビジュアル的に面白いみたいな写真だったので、結構これは満足してます。今話したエピソード的なのもやっぱり展示にねせっかく来てもらって、まあ、話の種にもやっぱなるんで、まあ、こういうのはやっぱりわざわざ、みんな知らないような土地に行くのはいいことですよね。で A2 サイズ一番大きいサイズの3枚目最後の写真はこれはほんとたまたまこう歩いててここいいねって見つけて、撮った場所です。これはもう本当ほぼこの画角で、まあ、微妙なねちょっと調整みたいなちょっとなかなか決まらなくて、多分カット数的には一番、この画角の写真が多いんですけど、機材紹介のところで、言った Sigma FP っていうのはその今時のカメラなのにモニターが動かないので、ハイアングルとかローアングルがすごい、撮りにくい。だから対策として動画見てほしいんですけど、手にねスマホをつけてモニターしながらここはやったんですけど、それでもやっぱりちょっとめんどくさいのでなかなか決まらずで、でちょっと回転したりとか動きをつけてもうちょっと写真っていうか動画っぽい撮り方で連写をして一番いい瞬間だけピックアップしてみたいな感じで、それでもすごい微妙な違いだったりするんで、これはねカットの選定が一番大変でした。展示に使わなかったカットはあのインスタに載せると思うんで、多分リアクションの数的にはこれが一番やっぱ多かったかな。特に女の子がすごいこれすごいですね綺麗ですね普通の道なんですかみたいな、多分普通の道なんですけど、なんかね前やっぱりマレーシアとかシンガポールとか行った時もあそこもちょっと華僑というか中国系がねちょっと強い地域なんで、なんかそういう文化が混ざるとちょっと形は違うんですけど、あのねそこら辺でもなんか街でこういうなんか吊るすなんかこうね動画も出てると思うんですけど、吊るみたいな好きなんですかねわかんないですけど、ちょっと詳しい方もしいたらねコメントいただければと思うんですけど、ここはね本当思いがけずまさか展示に使うレベルにまでこうね消化されると思ってなかったんで、ただ撮影的には一番大変だったんで、まあ、苦労した甲斐があったかな。リアクションも、一番いただいたんでね良かったです。じゃあ最後 A3 サイズ、ちょっと小さい、2枚の夜市の写真の解説っていうか、これはもうどっちかっていうと自分なりに展示のバランスを取る、やっぱりあくまでポートレート写真展なので僕みたいな考え方でやる人、まあ、近い人は実際お話しした中では1人いたんですけど、メインのね真ん中の、3つがあまりにもこうっていうね人物のねまあまあ面積が狭いからポートレートじゃないっていうのは僕は違うと思うんですけど、とはいえバランス取ってこういった写真もちゃんと入れないとなっていうので、で僕はあんまりこうねカメラ目線の写真も入れないんですけど、モデルさんがこれがいいって言ったので、この画面の中だとあの右側のあの横の写真の方ですね、これはまあそういった意味で採用しましたね。これはちょっと機材紹介の方でも言ったんですけど、夜市の写真は、予備で持ってきた、本来ちょっと Vlog のねまだ編集してなくてどうしようかなって感じなんですけど、一応 Vlog も実は撮ってて、その動画用に、念のため望遠も一応持ってこうかなっていうので、コンパクトなマイクロフォーサーズの望遠レンズと GH4 を、一応持ってきたんですけど、なんか夜市やっぱりすごいね綺麗だったんで、まあ、せっかくだからね展示には多分載せないけど撮ろうかなっていうので、ストロボも一応持ってきたので、まあ、スローシャッターで、先巻くかなで僕がカメラをこう動かしてっていう感じでこういった写真撮っておいたんですけど、思いのほかちょっと、日中の写真が、まあ、あまりにも俺好みすぎるというかすごい尖りすぎてたのが多かったんで、まあ、であんまりアップの写真もそんなになかったんで、ちょっとちゃんと意識しとけばよかったな、でもそういう場所でもなかったんでね、だからバランス取ってアップの写真まあ撮っといてよかったですね。まあこれ別に是が非でもね望遠にしようってわけじゃなかったんですけど、その望遠レンズしか持ってきてなかったのと、なんでシグマ使わないのっていうのは、シグマ FP 一応まあ持ってる方わかると思うんですけど、ストロボ使えるっちゃ使えるんですけど、実質使えないようなもんなので、
どうしてもストロボちゃんと使おうと思ったら別のカメラにするしかなかったっていうちょっと消極的な理由もあるんですけど、まあ、思いのほかすごいねいい写真撮れたんで、展示に使うと思ってなかったですけど、まあまあね何事もやっておくものだなっていうので、これもちょうどディスプレイというか展示のね締めてくれる、いい写真になったのかなと思います。ということで、一通りまあ最低限解説というか、したかなと思います。本当はねこういういちいち自分でね自分の作品を説明するとか本当にやりたくないんですけど、やっぱりね今の時代の流れとかいろいろ会場で話したりとかね、せめてもう見たい方は見てみたいな感じで、出すぐらいはした方がね良いのかなと、いろんな人にね知ってもらいたいのでということでちょっと頑張って動画作りました。本当はね展示そのもののまあ初めてだったんでもう乾いたスポンジのごとくたくさん経験値積ませてもらって、まあ、反省点とかまあいろいろ今後どうしようかなとか考えてるんですけど、もしね一件でもコメントそういうコメントがあったらそういう動画も感想みたいなのも、撮ろうかなとも思わなくもないので、よかったらぜひ、コメントいいね高評価してください。この後ね現地で撮った挨拶で終わらせていただければと思います。改めてご視聴ありがとうございました。はい、ということで、以上になります。ありがとうございました。展示会招待してくださったたくさん、ご連絡してくれたひめさん、その他してくださった方々、本当にありがとうございます。昨年の展示、いろいろ勉強になりましたし、人見知りなんで、知らない方もいっぱい中から見ていただいて、本当に嬉しかったです。よかったら、インスタグラムで毎日更新してます。チャンネル登録も合わせてお願いします。失礼します。